たたたたワン、ツー、オー、オン。
Be my lady. クロスビー・スティルス・ナッシュ、クロスビー・スティルス・ナッシュ、はい、組日本語では組曲青い目のジュディって言います。スティーブン・スティルスがその当時好きだったシンガーソングライターのジュディ・コリンズっていう人に書いた曲ですね。さっき歌ったアチャはさっきの違いました。何でもありません。勘違いです。言って言って言って、さっきの何、勘違いです、勘違いです、勘違いです。一番最初に歌ったのはパワー、あパワーっていう曲はさっきノーニュークスの歌ってやりましたけど、割とまあそういう歌なんですよ。で全然わかんないじゃん。で2曲目はね、エブリーウーマンっていうのはね、英語だいたい詩って難しいですよね。日本語ですらよくわからないのがある。ところがこれはね、ものすげえ単純な英語で、もう好きだ、俺好きだ、お前大好きだ、そういう歌なんですよ、エブリーウーマンっていう曲はね。エブリーウーマンね、そう、うん、そう、そう、ものすごい落差激しいんですよ、そう1曲目と2曲目の間がね。1曲目だって分かりやすいよ。分かりやすいけど、まあまあ、いろいろ奥深い、環境問題とかあるじゃないですか。エブリーウーマンは奥がない。だってお好きだわ、まあ、お前大好きだわ、最高。そう、そう。ほんで今のジュディは、ジュディはもっと、まあ、同じように単純な曲です。好きだ好きだ、どうか俺のもと離れちゃうのみたいな。あ、そうそう、失恋の曲だもん。そう、失恋だね。で未練っぽい歌。そうです。すいません、レください。またレンジがないから、もうオクターブ上の。うるせえ。本当は仲いいんですけど、この二人はね、本当は仲良しだね。本当かな。本当か。いや、いいです、いいです、いいです。そんなチューニングメーターなんてなくたってチューニングできなきゃダメですよ。何年ギター弾いてると思ってますか。ねえ、ねえ。ねえ。はい。次はやっぱり同じくクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングのキャリーオンという曲をやりたいです。この道も3人でやってるんですが、これも2人入っていただくとより強力な、なんてこんなかっこいい曲だったのっていう風な感じですよね。もう俺たち3人でできないかもしれないね。できないかもしれないね。でこうバンド内が3人で存続する派と、いやドラムベースを入れる派に分かれて、これからもうそうなんかすごいこのケオス、カオスな状態になります。バンド多分ケイオス正確な発音でありがとうございます。ケイオス。このままもうね、言い間違いとかね、そういうの当たり前なんで、ね、こうやって言ってるつもりなのにこう言っちゃうんだよね。カーって言うつもりがカーって言ってるのにケーって言っちゃうんだよね。ケオスって何か意味ある？ないよ、そんなのケオス、ね、聞いたことあります？ケオスって。いやこの間ね、音楽天国っていうスタジオ最近できた、初めて行ったんですよ。それでなんかね、熟成してるっていうのと、熟成してる方がいいんだよ人間はぐらいのことを言ってるのと、もうわけわかんなくなって、ここは
あの熟成天国みたいな感じでもう全然意味が通らなくなったよねということで